はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はまたまた GPTs、 これをアップデートしたので皆さんにご報告です。ちょっと今日は音楽の GPTs じゃありません、絵の方です。あまりこちらの方は今まで宣伝していなかったんですけれども、ずいぶん前にもう作ってありました。アニメオタクのイラストレーターかっこ絵師、こういう GPTs です。たまたまこれを使ったよ、よかったよというようなお話をいただいたので、ちょっと再度見直してですね、若干のアップデートをしました。若干というのは大きく2つありまして、1つは本当の若干です。縦型、横型、正方形、まあ GPT の絵を描く機能というのは3通りの大きさで描けるわけですけれども、まあそれを促すような設問を表示する、ただそれだけのことが1個目です。2つ目はサムネイルにも書いてありましたように、皆さんが望みに望んでるような一つのキャラクターをまず描けばですね、そのままのキャラクターがずっと同じように継続して描ける、いわゆる座っているところ、足でボールを蹴っているところ、そんなものを描いた時にでもキャラクターが統一されればですね、漫画系の作業などにとっても有効ですよね。多分近いうちにこのキャラクターを維持しやすくなるというのは GPTs の基本機能にもついてくる可能性はありますが、今僕は GPTs の開発の中でできる範囲でですね、なるべくそれが可能なように作ってみたところ、案外いい調子なので、皆さんに今日はアップデートとして、このアニメオタクのイラストレーターという GPTs から改良を始めました。これ以外にも僕の作っているイラスト系の GPTs は他にもありますので、順次それらにもこのテクニックを入れて開発をし直していく、そんな準備をしています。ではお話が長くなりましたが、早速やっていきます。概要欄の方から飛んでいただくと、アニメオタクのイラストレーター今ある画面です。ここでアニメ描いてもらってもいいかなというようなスターターがあります。これを押してください。はい、この GPTs はちょっとラフな感じです。アニメ描いちゃいますっていうような感じで、全ての口調はこんな形で対応してくれるようになっています。どんな絵を描きますかということなので、なるべく具体的にでもいいし、簡単にでも考えていろいろ提案をしてくれます。はい、パソコンを触っている若いギャル、髪の色は赤茶でメッシュが入っているボブスタイルで正方形で描いてください。こんな風に言います。じゃあ送信します。はい、出来上がりということで、赤い髪の色をした女の子がパソコンを触っています。ここで今までと違うのは、キャラは覚えたから同じキャラで、風景は何々とか言ってくれたらなるべく同じように描くよというふうに会話しています。じゃあここでこの子がギターを弾いているとかいうふうに書いてみました。これはダリー3を普通使うときは水彩画風とかですね、そういうようなタッチを言うことになるんですけれども、このアニメオタクのイラストレーターというのはですね、水彩画で描いてとか油絵風にとか言うとですね、私は描けませんということで描いてくれないようになっています。
皆さんもお試しに水彩画とか言ってみてください。拒否られますので楽しいですよ。じゃあこの子がギターを弾いているのを書いてもらいます。はい、こんな感じです。はい、顔の雰囲気とか見てみてください。いい感じですね。もう一つぐらい書いてもらいましょうか。この子が公園を走っている、こんな風に言ってみましょう。かわいいですね。こんな形でよく似たキャラクターで書いてくれるということです。ちょっと新しくやってみましょう。はい、ロボットのようなキャラがご飯を食べている、こんな風に言います。先ほどと違って僕は横長、縦長、正方形言うのを忘れてましたから、そういう時は聞いてくれるように作っています。これはじゃあ横型、ちょっと早送りをします。なんか怖いですね。怖いけど、まあロボットのようなキャラがこのキャラを出してくれたことによって、同じような感じか同じでないかよく分かっていいかもわかりませんね。はい、このロボットが走ってるというふうに書きます。はい、おお、ちょっと目の当たりが違うって感じですね。でもなるべく同じように描こうとしているというところがよくわかります。人間のキャラの方が得意なような感じです。じゃあ最後に子供のような男の子で描いてもらいましょう。はい、子供でやんちゃそうな男の子、ランニング服を着ている、子供でやんちゃそうな男の子、ランニング服を着ている、正方形でこんな感じで送ります。出来上がりました。よく覚えておいてください。ランニング服というのがね、僕は本当は袖のない服というイメージだったんですが、まあ今日のところはお許しください。そうしまして、この子がサッカーしてるシュート風景、こういうふうに送ります。はい、出来上がりましたね。はい、顔立ち見てみてください。髪の毛の感じも相当よく似ていますよね。はい、どうでしたでしょうか。今日は皆さんが今 GPT で絵を描くときに一番気になるキャラクターの同一性という部分を、完璧とは言えませんが、なるべく何の操作もすることなく描けるように作った GPT 図です。ぜひ皆さんお試ししてください。そして今後この手法を用いて僕の漫画ビルダーとかね、そういうよりこれがあればいいようなものの改良にもこのテクニックを使って開発をしてみたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録などもよかったらお願いします。ではまたねー。